お疲れ様です。久しぶりにポイントサイトモッピーから美味しい案件の紹介になります。今回は静岡銀行カードローンの紹介です。カードローンっていうのはね、えー、読んで字のことし、お金を借りるためだけのカードです。クレジットカードとかではありません。お金を借りるわけなんで返済しなくてはいけませんけども、この静岡銀行のカードローン、今回なんで紹介したかというと、えー、前回ね、千葉銀行という カーードローンの紹介させていただいたただんですが、この千葉銀行のカードねいつの間にか報酬がが2万万円円から1 8000下がっっったたのと、あとあは地域限定になっちゃったんですよ。つまり千葉とかそれから埼玉とか東京とかとねあの周辺にお住まいの方しかこのカードは発行できませんよつまり、えー、こういったポイントバック報酬が入れませんよって形になっちゃったんで誰もが使えるものではなくなったんですよね。 でも今回静岡銀行のカードローン、今回紹介する案件は、今のところ地域の限定がないのと、2万円のバックがあるわけですよ。ただし、ただしですよ、カードを発行した後、10万円以上お金を借りてくださいよって形になりますので、10万円借りなくちゃいけないっていうね、そういったところがあります。でも10万円を借りたところで、これ返済した時のね、利息が2万円以上になることはないですから、プラスは確定なんですよ。 その他ね、ちょっと美味しいポイントとして、この10万円なんですが、最初の60日は利息がつきません。ですんで、2ヶ月以内に返すと、10万円がそのまま行ったり来たりするだけで、何もマイナスないんですよ。ただしこのポイントはなくなります。その辺も合わせてね、ちょっと紹介していきたいと思いますね。ポイントゲットから、このカードローンの発行と受け取りはできるわけですけども、下の方に行くとね、 獲得条件が新規カードを発行して、だからすでに静岡銀行のカードを持っている人はダメです。で、新規カードを発行して10万円以上の振込融資を完了してください。だから10万円以上の振込の審査が通らない人もダメなんですよ。ね。私の場合は10万円ぐらいは借りれる信用度はあると思いますので、ちょっとカードを作ってね、10万円借りてみますね。それから報酬対象外。これはポイントの2万ポイント。これがモッピーからもらえませんよっていう。 え、そんな、対象外の人ですけども、重複、虚偽、いたずら、入力内容、不備、キャンセル、2回目以降の申し込み。これはもう、いつもの通りなんで分かりますよね。それから、10万円が借りれなかった方とか、借りる申し込みしない方、これダメですね。10万円借りてくださいよって話なんで。で、新規カードを発行と同時に、10万円以上の振り込み融資が完了できていない方。つまり、カードを作ったと同時に、10万円を借りてくださいってことです。だから、後で借りるよってのはダメです。次、カードは、 一週間ぐらいで多分送られてくると思いますけども、必ず受け取ってくださいね。カードが受け取れない方に対しても、この2万円のバックは付きません。それから、契約から60日以内、つまり2ヶ月以内、この期間っていうのは利息がゼロの時ですけども、その間に完済しちゃったりとかね、解約された方はバックも入れませんよってことなんで、この2万ポイントが入るのは、おそらく今が3月ですから、6月とか7月ぐらいになるんじゃないかなと思います。確定にはちょっと日数かかりますよね。 で、注意事項ですけども、セレカに新たにお申し込みをされ、かつ契約された方が対象ということになりますので、この静岡銀行カードローンっていうのはね、後ろにセレカっていう会社がついているみたいですね。この連合で今回のカードの案件ということになります。で、利息から、あ、利息じゃないや、契約から60日間は無利息で借り入れが可能なんで、ですんでね、6 0日以内に解約をせずに、 3ヶ月目に突入してくださいということです。そうなると利息は数百円であろうとも払うことになりますけども、2万円もらえるんだったらいいでしょ。うん。で、次。無利息期間の終了日より、ご利用限度額に応じた融資利率が適用されます。まあ、それは当然ですよね。で、無利息期間は元金のみをご返済いただきます。また、規約に基づく、えー、債務返済を1回でもお断ったときは、無利息期間が終了し、ということに書いてますね。 うんまあ、利息がない間も、ちゃんと、決まりに応じた返済をしてくださいよってことですよね。それも難しくないですよね。はい。以上のような形で2万円がゲットできますので、比較的簡単じゃないですか。私はこれ申し込みますよね。はい。それでは、また。あ、ちなみにですね、まだモッピーのー会員登録をされてない方は、概要欄に URL つけておきますので、ね、そちらの方から、同じ概要欄にある紹介コードをつけて、 モッピーの会員登録を必ずやっといいてくださいね。すでにモッピーの会員さんはこの静岡銀行カードローン早く申し込まないと地域限定になっちゃったりとか報酬下がる可能性ありますんでお早めにお願いします。